TC 楽器はどんな価格帯の商品でもしっかり調整クリーニング済み、中古でも安心してご利用いただけます。そういうのがあるんで材料のスペックだけで判断できないですよね。こんにちは、 TC 楽器の柴です。こんにちは、リペア田中です。大久保管楽店の水本です。何これ何の並びですか。水本店長、私の方からの、まあ、持ち込み企画。楽器の材料の話。そう、材料の話で、希少性のある高い材料の楽器ってどうなのっていう、ヘリクツ的なテーマだから。そうです、この2人が。そう、これ結構話が弾むんじゃないかなと。ギターの方って実際分かんないので。あ、材料の話。材料、高い材料を使ってる楽器って高いですよ。高いよ、ね、音いいんですかっていう、ね。ああ、なるほど。まあ、希少性なりなんなりで材料が高いものになると楽器の値段も高くなりますけど、 それって楽器の良し悪しに比例するのか。管楽器はあるんですか。希少性が高いとされてるから高いは高いですっていう楽器って。あるある。一番ポピュラーなのは金です。ああ、ゴールド。まあ金メッキはもう本当にポピュラーなんだけど、メッキじゃなくって素材自体が金っていうのがあるんですね。一番金使うのでポピュラーってフルートなんですね。はいはい。でまあ、逆に言うとフルートぐらいしかあんまりないんですよ。金じゃないフルートは何でできてるんですか。ノーマルフルート。ノーマルフルートは2つあって、ニッケルシルバーっていう、ニッケルと亜鉛の合金ですね。銀色してるけど銀は一切入ってないってやつね。それがエントリーモデルとかに使われてるフルートの材料で、次が銀です。銀です。で銀もフルートってこう吹いてると、歌口の部分と管の長い部分と3つに分かれるんですけど、少しずつ銀のこう割合が増えてくる。なるほど。銀はねすごい細かい各ランク分けがあるんです。それは増えていくほど値段上がるんですよ、ね、上がります。ああ、まあそう、素材だから、うんうん、フルートは分かりやすいですね。分かりやすい、うんうん。まあ、それが今回のテーマとしては、高い材料のものになれば値段上がってくんだけども、うん、それってその楽器の評価っていう部分で比例するのかっていうことだと思うんですけど、そう、まずじゃあフルートの場合はどうなんですか。そう、銀の比率が上がれば高くなるわけですよね。そうそうそう、値段は、うん、金の方がいい音するとか。素材が変わると音の傾向は絶対変わるんですね、はい。あと吹き心地、吹奏感って言うんですけど、吹きやすさみたいなね。そう、うん、吹奏感はすごく変わるし、はい、実際出音のアタック音とかはやっぱりニッケルシルバーとリップだけ銀、総銀、金違うんですね、はい、音の傾向は。変わるってのは事実。変わるのは事実です。ただそれが楽器として優れてるかどうかっていうのは違うんじゃないのっていうところなんですね。でもいいとされているんですか、一般的に。うん。じゃあそのいいものを追い求めたらみんな金を目指してるんですか、フルートの人。フルート吹いてる方のある程度の割合の人はやっぱ憧れはあるんですよね、金のフルートっていうのは。ただやっぱりまず金額的に金のフルートって、まあ、もちろんその金の比重、使う金の質によってもちろんこう価格はすごい変わるんだけど、はいはいはい、一番高いって言われてるんだと大体やっぱり1000万高っすげえ高っすね。憧れはあるけど、おいそれとプロでも買うわけにはいかないみたいなところ、うん、これはね、でもやっぱ金の相場とすごい比例してて、はい、10年前と比べるとすごい上がってますね。10年ぐらい前だとね、多分600万から700万ぐらいだったんですよ、ね。そこはやっぱ金パワーで上がっちゃってる。今1000万なんですね。で、まあ、まずどっちにしたってその、まあ、そこに投資する人っていうのはやっぱ限られてくるけど、やっぱ憧れますよね、単純に。はい、もう本当に1000万近いフルート吹いてみたいなっていう憧れはあるんですけど、みんながそれを求めるかって言ったらそうでもないんですね。ただメジャーの世界のオーケストラのフルーティストの何割かはやっぱり金のフルート使ってるのはこれ事実なんですね。あ、じゃあトップランクの人だと割と使ってるが事実。だそういうのにもまた憧れが増しますよね、はい、何々シンフォニーの誰それさんが金のフルート使ってる、いい音だな、自分も吹いてみたいなっていうのはあるけど、じゃ名盤にもやっぱ使われてる、音源としても残ってるものはやっぱ金は多い。金が多いんですね。だから憧れはあるけど、みんながじゃあ買ってるかって言ったらそんなことはないですね、うん。でもその音が欲しかったら金買うしかないですもんね。そうです。その音質感を求めたいっていうんだったらやっぱ金のフルートだけの吹き心地なので、やっぱりそれを求めざるを得ないと思うんですね。金はちょっと行き過ぎてんのかな、テーマ的に。そうだから、お店屋さんにバーって言って、これ金だから高いんですよ、いい音しますよつって買える値段じゃないから、うん、じゃあいい音するんですよね、じゃあ買いますよっていうわけにもいかないの。その銀、じゃあ銀ぐらいにします。銀じゃないのかぐらいの感じだともうちょっとリアルなんですかね。そうですね、銀のフルートだと洋銀のフルートに比べて、まあ、まず誰が聞いてもあボリューミーだなっていうのが分かるぐらいなんですね。銀の総量が増えてくると、うん、じゃあこればっかりはいいって言えちゃうんですか、うん。大半の人がやっぱり銀悪くないよね。
なのでやっぱりフルート始めた人って一つの合理としては総銀製、はい、全部が銀のフルートを最終的に買うっていう人、着地点としてはここが一番多いんですかね。一応追い求めてる場所がもう風潮として出来上がってる、出来上がってるってことは、ね、いいものとされてるのは事実。そうですね、うん、ただね、昔のフルートの名手って言われてる人が銀のフルート使ってたかというと、意外と洋銀のニッケルシルバーのフルート使ってた名手もいるんですね、はいはい、だからその時代にはもうすでに銀のフルートあった時代なんだけど、わざわざ洋銀のフルート使っているので、その人は多分その洋銀のフルートが持つ音色感に自分の表現の意味を見出してたと思うんですね、うん、その価格じゃなくって、今はそれは本当に少ない、うん、事実、うん、水野さんが普段楽器扱ってて、うん、ああこういうのやるんだったら絶対この洋銀の方がいいよなとかっていうタイミングがあるんですか。難しい、銀にはもう勝てないというのはあるんですか。銀よりも強いっていうのは積極的にはやっぱり言い抜くんですよ。へー、じゃあ結構あからさまにあるんですね。ただ洋銀のフルートの持ち味の音色がその奏者自身の好みだって言われたらもうそれ選ばざるを得ないですよね、まあ、第三者の人が好みで選んでる人もいる、今少ないですけど、やっぱり洋銀のフルートの音が端的にみんな素朴とか丸みのある音とかね、確かに洋銀のフルートって聞いてるとすごくまとまった感じで丸っこい音なんですよ。でもこう空間にあんまり広がっていかない感じなので、それってやっぱりいろんなそのフォーマットの中で使い勝手がいいかっていうとちょっと限定されてくるんで、特にフルートなんて生の楽器だから空間を満たさなきゃなんないってことを考えると、まあ銀の方が有利というか汎用性が高いのは間違いないなっていうのはありますね。ギターとはやっぱちょっと違うかもしれない。違う、ギターのまず希少材ってまあキーになるのかな、キーの話が一番多い、うん、材料っていうので言うと、うん、でももちろん話の最初の方に戻って言うと、うん、希少な木材になるほど値段が上がるのは確かに、まあまあ、やっぱあまり取れない材だったり、うん、もう規制がかかってて伐採が禁止されてる材だったりすると高くなるので、うん、今、うん、じゃあ新規で新しく作りますよっていう工房さんでも、うん、希少材はオプション価格でプラス何十万ってなったりとか、うん、っていうのはあるんで、希少価値と値段の相関関係はもちろんあるんですけど、うん、それは一緒ですよ、うん、音はどうなんですか。いや決まり事はないっすよ、ね、うん、ないですよ。もしかするとそのフルートもろもろ管楽器以上にいいとされてる音がいろいろあるかもしれないですね、うん、もっともっと多岐にわたってる、うん、確かに。だから管楽器はある程度ゴールって狭いところがもう決まってて、やっぱジャンルも細分化が進んでるはいないじゃないですか、おそらくですけど、うんうん、なんか新進系の管楽器アーティスト自分のだけの音を作ってる人っていうのがいるんだったら、多分その人が作った正解があるんでしょうけど、うん、それでまたそれを追い求める人が出てきてね。どっちかというとギターっていうのはロックで発展してきたこと多いから、うん、そういうのの繰り返しだったようなところがあるんですよね、うん、だからその人の音が新しい正解になって、その人からさらに新しい発展、うん、次のフォロワーがっつって、うん、いろんな音の正解がある分、うん、難しいかもしれないですね。なるほど、追い求めた音色が例えばじゃあ同じ生楽器でアコースティックギターで話をすると、うん、サイドバック材でハカランダって言われる、ハカランダね、まあ、ブラジルのずっとあれがまあ今取れないんで、うん、一番高く設定されることが多いんですよ、うん、で事実最強の木材だと思って追い求める人はいます、うん、それはなぜなら、うん、マーチンとか、うん、ああいう歴史を作ってきたブランドが、うん、最初期に主に使ってたからなんですよ、うん、で歴史上いろんなアーティストいろんなレコード名盤が残ってますけど、うん、まあほとんどの答えがその時代のそういう木を使ってたギターで取られてるんで、ハカランダで最初スタートしてマーチンのアコースティックギターに関してはそうですね、うん、だからそこを追い求めたらそこになるんで、うん、そこから影響を受けた音楽の人たちはハカランダがいいものとして追い求める傾向はあります、うん、その当時はじゃあまだハカランダってそんな希少材っていうわけでもなかったかな、うん、だからなんか多分ギターに合ってるよねぐらいの感じで材料の取れてた時代でしょうからね、時代的に、うん、だから前多分我々2人で喋ったようなことに、いい材だから高いです、いい音ですを何も疑問を持たずに選ぶよりは自分で弾いた方がいいよねみたいな話はしたはずなんですよ。だからそれだけを判断材料にして自分の感覚音とかじゃなくて、いい材っていうことでマウント取る必要はないよねっていう話はやっぱり楽器の楽しみ方として、なるほど、ね、そのさっきのスタート時点はからんで使ったっていうことで言うと、管楽器だとね、まあ、クラリネットグラナディラっていうね、あ、うん、材料でアメリカンブラックとでしたっけ。そうです、うん、そのグラナディラがもう本当に一般的になったんですけど、グラナディラになる前っていうのはカエデとかもっ
軽い材料だったんですね、はいはい、ただなんかクラリネットの歴史の中で木がたくさんになってきたら木を取り付ける木材自体の強度が必要になってきて、それでグラナディラいいんじゃないか、はいはい、でしかもまあその時代ってちょうど欧米諸国がアフリカとかにね植民地政策があって、結構そのグラナディラが取りやすかったっていうのもあるんだけど、グラナディラっていうのが一般化しちゃってるんですね、はい、でも一回そのグラナディラが一番いいってされちゃうと、実際グラナディラもワシントン条約で規制にかかって取れにくくなってるし、新たに取るっていうことがすごい規制があるので、クラリネットメーカーってグラナディラのストックがもうほとんど今ないんですよ。ないからそのクラリネットのトップシェアを誇るビュッフェクランポンっていうフランスのメーカーはもう10年以上前から木材の粉を樹脂で固める、いわゆる WPS の材料、それにもう取り組んでるんですね、はい、これ以上グラナディラも取れないよと、はい、だからクランポンがあと100年先まで行くためにはグラナディラと違う材料をやっぱり開発しなきゃならない、すごいメーカーだなと思ったんですよね。それはグリーンラインっていうラインナップでやってて、パッと見はねもう合成材って分かんないんですよね。やっぱり木の粉固めててすごい似せてるんですけど、実際市場普及率がどうかっていうと低迷してるんですよね、うん、やっぱグラナディラの方が良かったよねみたいな動きはある。そう、奏者の人の判断でやっぱりグラナディラがいいな、うん、それは別にそのグリーンラインが悪いっていうわけじゃなくって、選択肢としてグリーンラインとグラナディラどっちも買えるんだったら今までの自分が慣れ親しんだグラナディラがいいなっていうことで、やっぱりグラナディラ使う人の方が圧倒的に多いんです。その実際耳を使ってそれを判断してる人もいれば、代替剤を嫌うっていう、ただそれだけ情報で動く層っているじゃないですか。まあまあ、なんかそこの問題だと思うんですよ、うん、まあ、耳で判断して選ぶっていうのは楽器選びとして正常じゃないですか、うん、ただ情報やっぱ取れなくて希少だったらなんかそっちの方がいい気がするなとかなんか今までとかかっちゃうんだったら前の方がいいかもしれないなって、うん、これはいいのかもしれないですけど、触ってみなきゃ分かんないじゃないですか、うん、ギターも同じようなことはやっぱずっと繰り返しあるんで、うん、なんかの木材が取れなくなったら代替材が出てきて、うん、実際だから木材じゃなくなってることもありますよね、うん、シバン材エボニーがもうって言って、うん、ギブソンなんかも樹脂使ってしてるんですけど、うん、よしあしをここでは話すけないんですけど、うん、やっぱなんか木材じゃなくなったから嫌だとかでもそれって引かずに判断してる人は一定数いるのかな、うん、それはなんかやっぱもったいないですよね、うん、そこを良し悪しに直結させてしまうっていうのは、うん、だからそのハカランダの話に戻ると、うん、ハカランダがじゃあ取れなくなりましたと、規制かかりましたんで、マーチンがじゃあインディアンローズウッドっていう木材に移行しますって言って、うん、同じマメ科の他のローズウッド材に移行したんですよ、うん、したらみんなハカランダのが良かった良かった、うん、まあそれぞれ音の特徴はもちろん違います、うん、ハカランダとインディアンローズウッドどういう風に音違うんですかって言われたら、うん、明確に音の説明できるぐらいには特徴は違うんですけど、良し悪しとはそこでは判断してほしくないというか、うん、結局その70年代以降、うん、インディアンローズウッドを使ったギターで生まれた音楽がたくさんあって、うん、それを追い求めたらやっぱそれだし、田中さんがさっき言ってたその新しいのが出てきてみたいな、でもやっぱハカランダの音が欲しくて、じゃあ単板のハカランダの音が好きですと、合板のハカランダよりも選ばれたインディアンローズウッドの単板の方が実は求めてるものには近いかもしれない。なるほどね、その人にとってはね、そうそうそう、うん、それは分かんないんですよ、うん、物によるし、うん、スペックだけで決まる部分じゃない、ね、特に木材だと金属以上に個体差、うん、気取りする部分で生物ですからね、うん、生き物なので、ね、そうそうそう、やっぱ焼肉屋店によってカルビの味違うじゃないですか、うん、違うね、それそういうもんですよね、うん、だからどこのメーカーがどういう材を使うかっていうのは同じ種類でも変わってくるので、うん、ね、やっぱそういうスペックだけで良し悪しと決めつけてしまうのはやっぱ良くないよねっていうのは前から言ってるんですよね、うん、なんとかだから良いとか、うん、なんとかだからダメというよりはその触って出た音に対してどうなのかっていうところを考えた方がいいんじゃないかなっていう話はまあいつも通りの展開ですけど、やっぱ管楽器とサウモだとゴールっていうのが多分また違うんでしょうね、うん、だからその自分、まあさっきのフルートに戻ると、毎日そのフルートの金がね銀よりも安い素材だったとしたら金のフルートのその使用人口がどうなってんのかなっていうのはすごい興味あるんですよ、やっぱりそのプラチナにしても、うん、銀の方がいいってされてんのか、でも金銀プラチナニッケルが全部素材として同じ値段だった場合、異性のせい
上でどれぐらいの使用分布になるのかっていうね、どのタイミングで有名人がどれを選ぶかで変わってくるんですよね。やっぱ情報ですよね。そうそうそう、どうしてもね。だからあの時のあれはあれだったにやっぱり価値が出るのはもうしょうがないとかあるんだよね、うんうん、誰それが使ってたとかね、うん、それはあるでしょうね。まあ影響とか憧れみたいなのは絶対ついて回るんで、うん、音楽って必ず先人の影響を受けながら作られていくんで、うん、まあある程度ねプレイヤーのが人間である上ではもうしょうがないというか、その上でまあどれだけ自分なりの判断をして自分なりに選んでるのかどうか、盲目的に選んでいないのかどうかみたいな、自己満足なところもあるよ、うん、スペックが高いものを持つこと自体がもう楽しいって場合もあるし、うん、それはね、全然否定することではないし、成立しますからね。やっぱロマンって大事じゃないですか、うんうん、それはまあ全然音を追い求めてることとは違う、そう、なんかその楽器愛好家全員その音だけを求めろっていうと、それも結構怖いですよね、別に見た目かっこいい、かっこいいから、うん、それはいいと思う、あの人と同じだからはすごくいいことなんだけど、うん、なんかそうじゃないものに対して自分が持ってるものを武器に攻撃をしてくる、うん、タイプもいるあれが一番面白くない、そうですね、だからそれのその材のやつはダメだよ、うん、みたいなところで、ね、かかってなんか人を貶めようとしてくるとか、うん、何年来だったらいいとかってあるでしょ、なんかそういう、うん、その時代のそれはダメだよとか、うん、それをやるんだったらこれじゃないとか、それ言っていいのってその人が音楽生んでたら俺の音楽をやる上ではこうなんだって付け加えてくれればいいと思うんですよ、なんかその人のアウトプット見えないのに言ってってもちょっと困るというか、そういうことをやるためにスペックを盛ろうと思うのはもう音楽の話じゃないし楽器の話じゃないですもん、そうですね、だからもったいないですよね。それはさすがにフルートとかクラリネットの世界ではそこまではないかな、うん、いやその金じゃなきゃダメなんですよみたいなのは、うん、例えばそのフルートの先生がそのお弟子にいつまでも銀のフルートなんか吹いてたら活躍できないよみたいなことはないんですよね。まあその高いスペックの材料スペックの楽器を買う人から音どうなんですかねっていうその質問があった時に今みたいな話を素直にやっぱり伝えてあげるっていうのがまあポイントですよね、うん、必ずしもそこを目指す必要があるかどうかっていうのはやっぱり冷静に判断した方がいいですよっていう、楽器の店員さんが音どうですかって聞いた時にこれはこの材を使ってるからいい音ですって言ってきたりするとちょっと怖いじゃないですか。そうですか、メーカーごとに変わるんで、そうそうそう、管楽器はどうなんですか、その例えばフルートだったら、うん、同じ送銀のものがあったとして、うん、出る音がブランドによって変わってくるとか、ああ全く違う、だからもう送銀が得意なところと、うん、得意じゃないところがあるのかとか、あそれはないね、現代のフルートメーカーだと金属管よりも木製の楽器のが得意っていうメーカーはあります。あ日本のメーカーで桜井フルートっていうメーカーはもちろん銀も金も作ってるんですけど木管のフルート非常に得意なんですね。うん、それは工房さん側もそれがもううちの売りですって言ってる、うん、言ってます、そういうのがあるんで材料のスペックだけで判断できないですよね。やっぱその工房とかによって変わるわけじゃないですか。全く違いますね、作ってる人はさ作ってんだから、うん、そう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 表現していいじゃん、うん、だからそれは許されてるよ。着地がその材じゃ得られないからこっちの材を選んでます、うん、とかそういう場合もあるんですよね、うん、ただ単にコストの問題でこの材にしてます、うん、いいものを作ろうと思って高いの選んでますじゃないです、うん、メーカーとか工房レベルになったら、うん、そういう考えって作ってないこともあるわけで、うん、もしかしたらねラッテ樹脂を使い始めるとこも出てくるかもしれないし、うん、なんか代替材だっていうからちょっとマイナスイメージが持たれるんだって、うん、違うんですよ、僕たちなりに突き詰めたら樹脂になったんですとか、そういうのがあったらそんぐらいのが出たら面白いなと思いますよね。木材は実際それがあるのでやっぱそのおかげでまあ高い材だからいいみたいな風潮もさすがに最近はないのかなと思ってる、まあ、昔よりは減ったかなとは思うけどね、うん、工房さん側が頭ごなしに高い材でうちはやってますよっていうアピールをしなくなったから、多分してるのはもう売る人だけ、売り手が歪ましてる部分あると思うんで、私たち、あそうです、僕たちは気にしなきゃいけない、ね、しなきゃなんですよね、私たちの問題、うん、だこういうの使ってるからいいですよっていうのを売る側が言ってしまうから、うん、デジマートのキャプションにちょっと言葉足らずな店員さんがそういうのを書いちゃうこともあれば、ね、何を使ってるのでいいですって言って、うん、メルカリさんに商品を掲載してらっしゃる一般人の方もいらっしゃるわけだし、うん、やっぱそういうのでイメージが固着されちゃう部分ってあると思うんで、
まあ、楽器一つ一つをちゃんと見つめてあげればいいんじゃないですかね。自分たちもちょっと過去を振り返って、そんなこと言ってなかったかなという反省する子を、そういやなんか昔24期のフルート入ってきた時にフルートの最高峰で書きましたんですよ。書いちゃうんだよね、最高峰。ただ最高峰だからいい音がしますよって言ったらなんかダメだ、うさんくさい気するけど、最高峰ですはいいんじゃないかと思って、うん、まあ、実際だって最高峰な金額してるわけで、実際高いでしょうし、金額的に最高峰なんですよね、うん、管楽器とギターのちょっと両面で比べるのが面白いかもしれないし、うん、また何かあれば、はい、わかります、まあ、ちょっと楽しんでいただければ、はい、幸いですね。ありがとうございます。参考になれば幸いです。はい、ありがとうございます。大久保管楽器店は店内に修理コーナーを完備、専門スタッフもおりますので、どんなことでもお気軽にご相談ください。